茨城県道235号下入りの水戸線、水戸市、笠原町茨城県道235号下入りの水戸線は、茨城県水戸市下、入りの町から同市千波町に至る一般県道である。水戸市下、入りの町から北上して酒門六砂路で、国道六号と交差して、西に向かい、水戸市、千波町の千波十文字まで結ぶ水戸市内で完結する県道路線。 国道55水戸バイパスの北側に並行して位置する。本路線のバイパスに、水戸市元吉田町内の幹線道路である、都市計画道路中台の中河内線が指定されている。路線名の下入の水戸線は、1992年に、水戸市へ、編入合併で消滅した、常住村の大技下入野のと、常住村編入以前の水戸市が由来となっている。 1971年12月20日、新たな一般剣道として、東茨城郡常住村大和田市も、入野を起点とし、水戸市の終点まで至る区間を、茨城県が、剣道路線認定した。1995年に、整理番号変更により、現在の整理番号235となり、現在に至る。基本は全線対向2車線だが、水戸市、坂戸町、 元吉田町米沢町にかけて、道幅が1.5車線に、車線減少し、住宅街を縫うように屈曲した線形にもかからず、交通量は多い。国道6号と交差する酒門6サロは、本路線の交通のボトルネックであり、常に交通渋滞が生じやすい区間である。道路法の規定に基づき、三都市米沢町同士津波町間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。起点の水戸重、イ入野の田園地帯から坂戸町にかけて、山林や畑が広がる大地である。国道6号を越えた酒門交差点より、伊勢は水戸市南部地域となり、ほぼ平坦な大地で、一転して、住宅街の続く景色へと変化する。福音、曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。